私の持論ですみませんが、いやこの番組は全て私の持論なのでいっか。私は数多くのゲームを行ってきた感触として、名作に音が悪いものなしと思っています。やればやるほど確信しています。もちろん大昔には音そのものがないというゲームもありました。そんな特例を除けば、単なるノイズ音なども含む、効果音だけで表現されているものでさえ音がよくできていると思います。まあグラフィックが悪いけど名作というものもあります。ゲーム性がうまくまとまっていないけど結果的に名作というものだってあります。だけど音が悪い名作というのは私は思いつきませんね。もちろんここで言う音は音楽も効果音も含めます。ゲーム自体にしても音楽や効果音にしても、好みの良し悪しっていうのはあるでしょう。だから一概によくできている、よくできていないとは言い切れません。だけど思い出してほしい。自身が楽しんだゲームを振り返るとき、大抵の場合は音、音楽や効果音が先立ってイメージされませんか。音はゲーム自体より映像やキャラクターより心を直接叩いてきます。だから決して侮ってはいけません。名作に音が悪いものなし。もっともスマホゲームは例外と言えるかもしれません。携帯ゲームをこっそり遊んでいたという場合もそうかも。環境によって音が聞けないが、でも楽しかったということはありえますね。ただ気兼ねなく音が聞けて、その音が良かったりしたら感じられる喜びは一層高まるのではないかなと思います。あなたの名作、音は良かったでしょうか。